か、なんか今あれやってるんか、ゴールデンウィークキャンペーンみたいな、だるまさんが、金のだるまさん、金のだるまさんがポイント対象のやつ、また1位とか掃除機は何かあるっぽい。今日は話出んかった、そう今日は話出んかったです、そうよかった、うんと、まちょき、今日も出たら大変だよ本当に。前回のやつ、もうちょっと、あれ？こっちか、これだね。先月か3月度の目標がこれですね。見えない、はい、あやみが M のサイン声を勝手に覚える新しいクラスにタケノコの里か、はタケノコの里派がキノコの山派かを聞く。でママの目標がウィンクの銃弾を覚える、で X-5kg 痩せるですね。でマメちゃんがあやみの部屋を荒らさないです。まあそれはちょっとママが帰ってきたら、帰ってきたというかこっちに戻ってきたら、まあじゃあとりあえずあやみの目標だけやっときますか。まず M のサイン声を勝手に覚えるは、まあはい達成しましたね。はい、で新しいクラス全員にタケノコの、タケノコかキノコ派を聞くは、これは確かね、もうショールームで言ってた気がする。なんだっけな、チョコ嫌いとかクッキーが嫌いとか食べないって人もおったから、5対15やった気がする。キノコが5でタケノコが15か、人数がね。
ですね、あやみの目標はこれです。じゃあね、全然なんかみんなそもそも食べないですって子が多かったから、そのあんまりやったよ。自己紹介前も前のあれでも言ってんけど、あのあやみがなんか自己紹介一人一人しようって流れの時に、あやみがタケノコかキノコ派もそれでよっていう流れにしたから、まあ実質丸それでまあ答えてくれた、みんな一応みんな答えてくれたけど、食べないですとかチョコ嫌いだから食べないですとか、あとはなんかクッキーが苦手なんで食べないですとか、そういう子もおった。なんかね、聞いてみたら聞いてみたで意外とこのお菓子を食べてない子たちが多かった。そう、チョコ嫌いな子いちゃん。タケノコとキノコ食べた、タケノコとキノコ食べへん人おったんやって感じ。もうちょっと4月変えとくか。頻繁には食べない。でもいろんなタケノコいっぱい食べても、確か高いもんね、ちょっとおでんなんかも高い。4月度には丸、はい、次、オッケないのよ。なんか200円ぐらいするもん。で、目標。はい、矢印。あ、待って、マメちゃんのもジャッジだけどね、これはこれはほんまにまあでしょうねって感じ。めっちゃ適当かちょっと、はい、マメちゃんはならずですね、はい、達成ならず。まあそれはもちろんもう、うん、まあでしょうねって感じ。金ちゃん、ちょっと金ちゃんの妹ちゃんです。ですそりゃそうなのよ、はい、うん、荒らしますね、のんきに泣いてはりますけど。寝る前にねめっちゃ暴れるのよね、豆とタッチが。ごまちゃんはなんかついてってるみたいな、鬼ごっこはしてる夜で、全然寝られない。あ、今もしてるわ。豆はそ物を荒らしたりは全然する。
この前さ、今あやみにママがさ、なんかあやみの部屋に飾ってたさ、あやみの赤ちゃんの頃のさ写真を倒してた。おお、もう一息つかせてあげてよ。クマちゃんが体きれいにしようってしたらマミちゃんが襲ってた。鬼ごっこしながら、鬼ごっこ中に体きれいにするのもあれ。麦ちゃんがマジでみま、もうママパパかパマママの親って感じ。めっちゃなに、そんな、え、あとはママのね、あれです、目標だけ。昨日の話、普段の出へん人からしたらびっくりやんな、あれは。あみはもう日常、ほぼ日常だから、まあ卒業、中学卒業するあたりには出なくなる、出なくなるかな。ママが来た、遅いおはよう。日常、マジ日常あれ。ママが来た、うんママが申し訳なさそうに来た。おはよう、うん、ポケモンになっちゃったお前帰って遅刻や。いや、起きてたから起きてたから。だってもうママは嫌なやつ終わってるよ。うん、やるわ、貸して書くわ。じゃんじゃじゃーん、これどっ、うん、でかそう、起きてないって一夜ママな、起きてないた。はい、もろウィンクの銃弾を覚える。ふたすブブーあやみがさ、なんかあやみもさ覚えなあかんかったからさ、うん、教える時間がなかったの。そうやった、普通にそうやった。しかも自分でもあやみが覚えたら、あやみ動画送ったよな。うん、送った。あやみが覚えたら教えてもらおうと思ってたら、あやみウィンクの銃弾めっちゃ後回しにしとって全然、え、でも踊ってはみたいな、まあいたな、うん、無理やった、無理やったな、難かった、難かった。見ながらとりあえず踊ってみててんけど、言い訳いっぱいあるよ。言い訳いっぱいあるの、うん、言い訳いっぱいある、言い訳いっぱい言っていっていい？ないよ言い訳は、うん、疲れてた、うん、あ、うん、ダメです疲れていました、ダメです。あとは、あとは、ないやん疲れてた以上やん。疲れてた、疲れてた、ダメ、疲れてましたね。ちょっと驚きなくなくて、それはあやみもや、いや、あやみはあかんやろ。あやみもだってさ、ウィンク以外に覚えるやつあったやもん、13曲か。言い訳ベイビー、お前言い訳ベイビーちゃんになんねんけど、えほなあ、先生おらんかった。まあメイビーちゃん、あやみは先生おらんくても頑張った。あやみはプロやん。なんで？なんで？佐々木さん頑張ってますやん。嬉しい。じゃあそれ。で、マイ X マイナス5は絶対無理やと思ってたら、うん、いけてた。さっき測ってきた。X が、うん、あの元のな、うん、ピークの。一番最初の。ここ最近のピークの X、 そうそうそう。何月あれ始めたの？11月かな。11月か12月の11月の
そう11月に x-1.5 から始めて、そのもう11月マイナス5いったってことは、11月28日の時の体重より5キロ痩せてるってこと今。うん、えぐ5キロって結構あるよ。だって生まれたての赤ちゃん、ちっちゃい赤ちゃん 2人分ぐらいあるよ。ちっちゃい双子ぐらいあるよ。すごくない？ちっちゃい双子、ちっちゃい双子ずっと抱えて生きてたってことやんな重方法は、でも、でもさ、ウィンク踊ってたらもっと痩せてたかもかもしれへんな。方法は歩いた、いっぱい産んだんか双子産んだんか、下脱いで切る。37キロになったって誰から聞いたん？誰よりしたやん。誰からの情報なん？ないやん、ほぼ。おもろ、頑張った、歩きました。だから疲れてたから踊れなかった。朝ごはんは食べた。朝ごはんは毎日食べてて、お昼ごはんめっちゃ減らした。な、知らんな。知らん。お昼ご飯を減らしまして、晩ご飯はまあちょっと普通に食べてたけど。あ、危なかった。今起きたやって。誰が？遅刻やん。ロドリゲスさん遅刻や。あ、遅刻ですね。遅刻。5キロは米33合ですね。その例え方する人初めて聞いたけど。じゃあさ、うん、絹ヶ酒でさ、1ヶ月に炊くお米より多いよ。多いな。5キロって。すごい。豆腐にお茶漬け、豆腐にお茶漬けのもっとかけて食べる、痩せるんだって。あ、ユッキーさんも遅刻してます。あら、ダメじゃん。あ、ごめん遅刻したってきたダメじゃんやって。目標体重まであと何、どれぐらい？15先は長いぞ。長いな。15痩せてもまだあんなあんの。それは x-15？ 違う、と今から15。今から15 x-20 ぐらいまで。そうやな、 x-20。 え、待って、20戻しても、20戻しても、あやみがお腹にいた時よりも太ってると一緒ぐらい、あの臨月と、あの産む瞬、あやみプラスあやみってことやな、赤ちゃんのプラスあやみの体型、あの産む前、前の、体重と一緒ってこと。自分プラス赤ちゃんあやみの体重になるってこと。そう、20減らしても怖だから3、言ったら産後から20増やしてるってこと。産後からっていうか、ここ2年でやねんけど。なあ、なあ、そうダメじゃん、おぞましいな。チョコザップ行こうよ。チョコザップ契約するでいいんじゃん。あ、チョコザップな、行きたいと思ってんねんな。昨日さっきパスタが多そう。そう、パスタうどん多い。だからちゃん太るんじゃん。間食ね。間食あんませんくなったかも。あ、みやするのは。そんなことないかな。え、あんま知ってるイメージない最近。あみが見てないだけかもしれないけど。そうやんな。間食するのはあやみや。あやみがひどい。あやみがひどい。あやみがなんか、なんだよな。チョコザップしようか。チョコザップ。そう、私身長2メートルあるから、それぐらい太っててもしゃあない。身長2メートルあるから。エスカレーター、エレベーター禁止？エレベーター？あやみも一緒に。エレベーター禁止でママは生活できるかな。できるやろ。それは。やってみようか。うん。待って、でも5階とか登るときあるけど、どうしたらいい？できる。いや、行こう。そやな。え、せんな、ちょっと出産経験ある人、ママの味方して。自宅はねマジでエレベーター使う方じゃなくて、自宅のタワマンな、私たちタワマンに住んでるってやから。そうそうそう、タワマンの5階ぐらい。目標チョコザップ契約して週3回通う。いいな、やらななと思ってるよな。え、階段7段、あ、7段上がって1キロカロリー、ん？じゃあここ
じゃあ出産してないで、出産してる人ユッキー、ユッキーさんばっかり、ユッキーさんばっかりじゃ、ユッキーさんばっかり、ユッキーさんだけや。この中に出産経験の、でもさあのさママ、まあ産んだ早かったやんか、あやみのこと、うん、その同級生とか地元の友達とか、いろんなグループ内でママが結構早かったの、ほぼ一番やって、うん、で。で産んで、まあ、すぐシュッて戻して、でもあやめが半年 1歳後ぐらいにめっちゃボーンって太ってやんか、ママがそう、うん、で、あの赤ちゃんになミルクあげてる時ってないあんま太らへんねん、うん、でそれをやめて、うん、でもそれ以上に食べてたから、うん、めっちゃ太ってん、でもう周りのみんなに、うん、マジ出産って太んだよみたいな、うん、出産マジ気をつけてみたいな感じ、こんなヤンキーみたいな言い方してないけど、うん、なんか出産ってほんまに太んでみたいな、みんな気をつけてなみたいな言ってたのに、今30代やんか、みんな産んでるやん、産み終わってる、ね、子が多いねんけど、うん、全然太ってない、みんな細い、みんな細い、みんな細い、なんでなんで全員やと思ってたのに、なんでしかもみんなさ1歳過ぎてるやん、うん、なんでみんな痩せてんの、なんでなでさなんかあの笹岡あのあんたさみたいな、うん、太るって言ってたやんまだでもそれは相手からしたら嬉しいな、みんなそうやと思っててんけどなみんなそれはでも相手側からしたら嬉しい、太ると思ってたけど全然太らん、個人差やったみたいな、いやほんまにヤンキー、ヤンキーじゃないんだけど、ちょっと飲んでたらかだないって言ってもね、あゆみがね飲まなくなっちゃうからね、本当にね、あ、じゃあエレベーターエスカレーター、うん、反面教師をしてたんかなママが、あこうなるよって、うん、だからあの子こうなったから、あやみのママこうなったから、うん、あやみのママママになってこうなったから、うん、気をつけようみたいな、うんうん、でもそ、うん、みんなに注意喚起はしてたもんな、母乳やめた瞬間すごいよみたいな、やばいよみんなに気をつけてって言ってたから、みんな痩せたんかな、うん、太らんかったんかな、うん、もうねじゃあのおかげやな、チョコザップ、チョコザップってさいろんなとこさいいの行って、今日はここ、うん、いいんじゃない、だから契約したらどこでもいいんじゃない、なるほどね、減塩がいいらしい、減塩も気をつけるわ、塩大好きママで発言が、あ生駒美奈さんめっちゃ歩いてるって、あの仕事変わってからめっちゃ歩いてるって言ってたけど、うん、痩せてない、痩せてない、でもあでいっぱい水飲んでいっぱい汗かく、いっぱい水飲んでいっぱい汗かく、うん、そしたら痩せれる、汗で、じゃあまあさっきあゆみの目標からいこう、あゆみの5月の目標は、うん、1個は決まってんだけどな、1個は決まってるけどもう1個が何にしようなんかいつの間にか2個立てなあかんみたいな流れになってんの、確かになんか、ね、確かに、なんか3月のはさついでやもん、こんなん、何これはほぼ絶対さ新しいクラス全員にはもう話を出して配信しない、それはどうでしょうね不可抗力配信中にもしかしたらちょっと出てくる時があるかもしれない、まさのんさんも一緒に痩せるので頑張りましょうって、えねえ一緒に痩せよう感出そう、もっとお前みんなで一緒に痩せよう、そうする、なんかママ一人ぼっちやからさ、なんか頑張れなかったからさ言い訳メイビーちゃん、ママほんまに元祖言い訳メイビーちゃんやからさ、それを子供から生まれたらそれ言い訳メイビーちゃんなるわ言い訳メイビーちゃんやからさ、でも5月とかになんもないのか、みんなと一緒に頑張られへんかったから、待って、中間ある、あテストや、テストある、テスト、テスト、チョコザップってチョコないの、チョコないわチョコってチョコっとって意味だ、チョコ食べれるんじゃないの、ミルのお母さんはライズアップか、ライズアップの方がでも
ちょっと短期間で痩せたいけど高そう、しんどそうやし高そう、運動量も僕も頑張って痩せますね。タミーさん頑張って太え、でも太うん、そやな、目標にみんなですけど、合計テストやめろ、あやみもテストの平均か平均前後10点以内にする。いや甘っ甘っ。だから平均、数学の平均が50なら40点か60点の間やったら OK。 なるほど、ロドリゲスもしかして、俺もロドリゲスさんもです。甘くていいの。甘かったな。もうテストだから、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 中間だから、まあ賞味全クオーカー80点以上やって、無理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 、最初中1の最初は去年の今頃はめっちゃそれやる気やったのにな。中2の中間やから、まあでも全体的に平均が高い方やと思うねん。初回まだ中間やから、1学期中間やから、うん、だから今例えて50点って言ったけど、え、でも前さ、うん、前350って言った、うん、はい、ってたで200何本やった気がする。え、じゃあ300言ってたって言ってた、言ってた、言ってた。あ、ヘアオイルつけよう。いいよ、めっちゃ出るよね。お、でも前の夜の方が出る、なんか大量に。え、ユッキーさんも頑張ろうね、一緒に計算不動士頑張ろう。クラス何番目でもそれが分からへんねんな。クラ全部クラスの平均以上にするにしたいんちゃう。え、トミーさんが300で褒めてくれてんで、トミーさんとかも、え、じゃあもう300にする、300にする。トミーさんとかも合計480入ってたんちゃう。変ですね、やばいやそれは。だってでもさ、1学期の中間で確か400超えてなかったね。え、それで400目指すって言って頑張って言ってて、うん、無理でしたってなって、あみは無理なんやって思って、うん、あ、勉強無理な子なんや、あみはもう勉強ができひんね子やなって思って。そんなことないやろ、別に勉強できひんわけじゃないやろ。なんかな、記憶、うん、そん時はできんねん、学習勉強してる中の上やな、中の上って感じ、授業してる時はできんねん全部、でもテストになったらできひんくなんねん。緊張するのかな、分からへん。あゆみだって興味があることは学習意欲ありそうや、ほんまにそう。確かに英語頑張って、無理です。あ、もう英語がある時点で無理やん、もう無理無理。え、やっぱ全部90点ぐらいあってんて、えぐすごい、身についてないのやって、身についてないからその時分かんのか。って何、今回得意そうなやつがない。めっちゃ甘い人んで、目指すって言って、うん、目指しはしたやつから成功ではってやって、よし甘い、優しい。英語は大事だから英語の点数を頑張ろう、復習しましょう、うん、英語は前に多分やろうと思ったら1年の一番最初の外国習慣やらなあかんと。え、もうつまずいてるやんそれいや、一番最初は分かる。じゃあなんかさ、テストでは分からへんねんな、綴りも分からんし、どうしたら、まあでもいいんじゃない、何点でも楽しく生きたら何その前にだって24まで NAB おんねやろ、うん、勉強めっちゃ必要になることってないないんかな、ないんかな、あかんか、そんなん言ってたらあかんか。だって日本、あれ日本人やで。いや英語はあった方、日本人やで。海外に行くご予定はあるかもしれんやん。ママに手伝ってもらおう。ない、え、学校のテストとは100点ばっかりするよね。赤点回避は甘すぎる赤点ってあるん、そもそもない中学校でも30点以下とかじゃない普通は。高校40以下やったね高校は。え、じゃあ赤点全然取ってる。今来たかしら、おはちょびん言うてます、こんにちは。じゃあみ、まだそこまで言ってないコメント、うん、え、ママとか30分に家出るから早くして、マジで
いける待って、いける、ママの全身ペンどこ、ペンどこ、え、知らん、黒なんかあった、持ってた持ってた、あった、じゃあもう一個でいいかもう一個でいいや、いけそうな目標にしたから、出張で海外行くのいいな、羨ましい、あ、ほんまに将来海外で暮らすこともあるかもしれんで、やってママ海外住みたいもん、多分日本が好きだから日本がいいじゃあ別居ということで、はい、じゃあみまもどこでそう一人暮らしします、ほんまアジアツアー、おー、勉強の内容ではなく問題に立ち向かう力を、じゃあ達成や、なんであやろうとはしてるから、やろうとしてる、いや今逃げてるやん、あやみはでも英語の逃げたよ、英語のテストの時一問につき7分ぐらい考えてるよ、分からへんやつは、なるほど、ずっと見つめ合ってる、見つめ合ってる、見つめ合ってる、そう問題と、あやみ伊豆、あ、ママが呼んじゃった、ね、シップの綴りって何、もう英語に英語にシップの綴り書いてみや、じゃあまここに書いてみよう、あ、じゃあこれ後で載せるやん、あ、あ、ダメじゃん、ここでいいや、ここか、こんなんえ、それでそれだと思うやったらそれで書いてみちゃうやん、だから正解を聞いてんのあやみはなんで正解、いやおもろいやん、いやよくないやん、だって間違えたらあかんやん、先輩の公演逆やし、ここが、あ、こう惜しい、みんなの白米さんはテスト問題になりたいやってどういう感情か、あ、見つめられたいってことか、あ、そういうこと、あと10年は卒業心配しなくていいの助かります、でも分からんなし、なんかこの間聞いたら、そあれは小6の時に言ったことやからねとか言ってたこの人なんかさ、将来的に将来的なことを考えてさ、まあ、まださまだあんま今の年齢でも詳しくは考えられへんけど、うん、大人になったら、うん、そういうのが分かるようになるやんか、将来的な問題が、うん、それを踏まえて、うん、いつの何歳ぐらいまでなのかなっていうのを大人になったのね、大人ったら考えるかもしれない、でも言い切ってたで、小6の時の悩みが、木永さん、悩みはあと12年卒業しません、ドンってかっこ仮にしとく、かっこ仮にしとこ、だって12歳の時の考えって変わるもんね、変わる、めっちゃ変わる、だってもうバブやん、小6のさまだよくわからないさ時の発言音がさ今もバブいけど、なんでや、なんでや、中学2年生や、ね、成人式まではいてほしい、着物みたい、それはいる、痛い普通に NNB と成人式したいし、ゆきりん目指したら33まで、 32?2 いいか、うん、うん、危ね、やめてもさ、悩みって劇場いそうやもんな、いや絶対おるでてかな、客席の方にいそう、応募して、うん、募集、あの、でも今一応守る気はある、24歳の、まあできれば、まあ将来何があるかわからんや、うわ、また保険かけ出した、うわ、まあ、そうやな、何があるかわからん、人生さ何があるか分からない、気持ち的にはある、そう、気持ちはあるね、でもなんでさ、そもそも24までいたいって言ったか覚えてる、分からない、忘れたん、一周 回りたいっていうのは言ってたき、じゃないで、何、あの新春特別公演で、うん、今年の干支の女の人紹介してもらえるやん、うん、女の人やってメンバー、女の人、うん、メンバーな、うん、うわうわで、うん、あやみは入ったの、入ってすぐその年が虎年やったから、入った年が虎年やったから12歳、入った年が虎年やったからすぐ後の新春特別公演もうさぎ年になっちゃってて、うんうん、あーって、あやみも
あの干支のメンバーとして紹介されたいからあと12年おるって言って12年おるって決めててんで、ね、しょうもない理由、しょうもない理由でもしょうもない、まあまあ、うん、それで頑張ろう、メイクしよう、あ、これ使いますね、このこれリエド、あかりんさんの、吉田あかり大先輩のご結婚おめでとうございます。何アイシャドウとかするの？え、自分の使うから大丈夫、これも嫌だ、持ってきた、ごめん、あみがな考えるの遅いからやん、めっちゃメイクするあみの待ってね、ママの目標、アイロンどこ、どこアイロンうん、使わない、だって最近使ってないもん、それなんでな、せっかく買ってもらった、ママの目標は、うん、階段推奨とか、階段推奨階段をおすすめする、うん、おすすめじゃない、階段おすすめ、エスカレーターエレベーター禁止、禁止はきついて、あの、ある階段が何階まではって決めようや、3階までは、5階は無理やって、結構うん、いける、待って、でも5階に行く用事をそもそもそんなに作らないいや、あかんやろエスカレーターエレベーター禁止か、階段がある場合は、他はいけるよな、そうやな、でも私タワマンの5階なんやから、タワマンの5階なの、ここタワマンの5階なんで、ギリエレベーターちゃうやん、ほんまやな、タワマン住みたい、笹岡さんはあやみんの皆さんと会食をする、したいしたいしたい、太らせに来てる、お前太らせに来てるバイク通勤禁止、あー歩いて行ったら30分かかんねんな、いいやん行こう、待ってめっちゃ進んでんねんけど、コメント、うん、一旦一番上行きます全部飛ばされたかわいそう、ママじゃあその一番上までのやつを読むね、見るね、ああ7階まで上がった、すごい、間食禁止、降りるはもう何階とか関係ないくらい、いや降りるのも結構しんどいんよ、いやステップしながらいいやん、行き、そうやね、階段使う、階段があるところでは階段を使うことにする、ほんとダメだって毎日学校の階段登ってるしね、な、階段を上り下りしてる、お菓子禁止、お菓子禁止、全部アイメイク食べてあげる、晩ご飯の後のコーヒー飲まへんけどスタバとか禁止ほうじ茶ティーって、もうすぐ出んの、8時半に出る、ほうじ茶ティーラテ好きやねんけど、えでも学校は4回行ったり3回行ったり2回行ったりこう繰り返してるから回数自体は少ないけど運動量は多い、体育もあるしなみんな30分やったらいけるとか言ってる、いけるだって、雨だって毎日行ってるやん、うそやろ、30分かてか歩いて30分を原付で行ってるのかバレた原付で7分ぐらいで着く7分もかからんかも、え、わかった、あれにするわ、間食はあかんと、間食禁止はあかんと思う、食べるの禁止はやめといた方がいいと思う、そうやな、かじゃあ階段階段仕様にする、階段使う、自転車通勤は、あ、自転車な、自転車か、自転車で行く、自転車使っていいん、よくない、平日毎日よくない、
よくない。よくない。チャリ1個しかないです。うちチャリ1個しかない。1個しかない。いや、ダメですね。時々歩くにするわ、じゃあ。仕事行くの。じゃあさ、曜日決めたら。いやいや。水曜日とか火曜日階段禁止でいい。階段禁止階段禁止じゃないじゃない違う逆階段禁止にするダメ階段を使う。お菓子は、うん、やめとくわ。砂糖系はやめとくわ。そうするわ。うん、私がチャリ使ってあやみがバイク乗るか。あかんやろあかんって。あかんな。うん、捕まっちゃう。ピーポーピーポー来ちゃう。それ救急車じゃない。あ、違うわ。うー、疲れた、かっこ疲れたらしようか。いいな、その保険。その保険入るわ。保険の窓口。何キロ痩せる今年じゃないわ、今月は。 X-5.3。 おーい、甘い、とても甘い。ちょっとずつ行く。 0.3 だけ。ちょっとずつ行きます誤差すぎ。あ、でももう笑み変えちゃった、うん、かっこ甘いもつけといたで甘い親子やな、ほんまそりゃそうや、ママが甘いねんから、あれも甘くなるわ。じゃあ 5.5 だ、5.5 はちょっと。で、5.3 って書いちゃった。5.3 ってもう書いちゃったな。待って、これさ、ユニットどうしよう。あ、発表した、あやみの目標は。じゃん。ダダン。まず、あやみが、チーム N さんの N シップ公演を勝手に覚え、ちょっと赤せ赤せ。これさ、N シップ公演勝手に覚えたらさ、全公演勝手に制覇。勝手に制覇。勝手にじゃないけどね。全公演勝手に制覇やん。え、そうだね。勝手にが重要ですね、うん、この皆さん。ナンバラと M と N は勝手にやから。だから、あと立ち位置さえ覚えればもう出れるってこと。N 頑張ってたよ。N、ムーネ。M や M。うん、M 公演、M のサイン公演、あやみ覚えてて、動画を全部撮ってくれてて、それをまた、まあ、ママが頑張って一個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 な一個一個ルームスに行こう。あれ、じゃあさ、動画がさ、地味に長いからさ。そうやね、めっちゃさ、むずいね、ルームスの。ルームスめっちゃ時間かかんねんな。毎日一個ずつとかにしようかな。あ、一日一個ずつ、うん、いいじゃん。一日一個ずつ夜にはあげるから、夜の楽しみができるかもしれない。ヤマが階段を使うで X-5.3kg。 え、てかさ、みんなさ、なんかチーム結構めっちゃ苦戦してるよな。ジンクス？ N はジンクスやし、 M は職員施設、職員室地味にむずいって言ってた。覚えにくいらしい、振りが簡単やからこそ。らしいって、あの、覚えたやろ、どうやった？覚えにくかったよ。フリーに入りにくかった。チームユニットどうしますか？マイナスコーテさん甘い。ごめんなさい。でかっこ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、オッケー。で、あやみの希望的には前回が、あの、わがままコレクションしたから、うん、可愛い系やったやんか、うん、だから大人っぽいやつでもいいなって。え、でもみんなも狼とプライド一択じゃない？それを一人で、ああ、一人で撮んのがあれってこと、うん、でやるならアミと本番でやりたいやん。本番で、本番でやりたいやん。あるネタ、過ち歌うだけ待って、移動して歌うだけ過ち、あ、待ち、あ、歌うじゃん、もう。いや、いいかもしれない。あ、待って、5月の目標さ、うん、あれもあったやん、あの、5月末さ、歌唱力、まあいいわ、それはもう個人的に頑張ってくれて、個人的になんかそれに向けてさ、毎日歌歌えたらいいなと思って。おい、じゃあ過ち歌う毎日過ち歌う。ユニット誕生日、タンゴやりたい。タンゴやりたいな。奇跡は間に合わない。タンゴタンゴしたい女だったで。タンゴタンゴタンゴ
ちょ、単語とかあんまする機会ないやん、もう。おもろい。だからこそ、ママと過ち。だからこそ、こういう機会で、そういうできなさそうなやつをやりたい。ああ。単語。単語、単語。え、単語、あ、はい。単語、奇跡、狼、過ちか。うん、そしてコメントが止まっている。お前あみ奇跡の時帽子かぶられへんな。あみはツインテールやから。うまや。コーチはその時だけして。だってあみここやろ。ほうちゃんもここやろ。あ無理や。ほうちゃん下げてたやんな。そう、ほうちゃん。だいぶも下ツインになるんだ。いやー。え出へんかな。確かに。あやまちゃん白いでやすときたみちゃんが出てきたらちょっと面白い。あ、動画で動画で歌えばいいんか。誕生日単語、え、ね、アイクさん似合いすぎてるよな、普通に。わかる。ワンツースリーフォー難しそうやな。奇跡は間に合わないから。マジで親子だ、あやまち。これカラオケで歌ってるとこなんかいつかさ、なんかであげたいな。あ、じゃああやまちにしてもいいね。あ、生歌、過ち、生歌、過ち、高そう、音程。ママと10分、マジでやば。グロイグロイリーデイズはもう覚えた覚えた。え、ナンバー、ママ目標決めたやんな。何が、あ、決めた。中二の過ちってどんな頃読みたい。え、幼稚園、保育園の時。もっと寝とけばよかったって思ってる、昼寝の時。うん、それなんでも今寝ようとしたら多分全然寝れんで。誕生日かな、誕生日か単語やな今のところ。え、どっちがいいの。え、なんかそれはあやみはあの M の時と同じで、その M、 うん、いいか、あの他の曲も一から覚えなあかんから。面白いのは過ちやんな。え、誕生日か単語って言った今、あやみ一緒やん。誕生日か単語は一緒で、誕生一緒一緒一緒、誕生日か過ちで、過ちは歌うだけやから、カラオケでカラオケで歌ってそれをアップやから、誕生日単語でもいい、どっちもそれでもいい、やんな、二ついいよな。だから過ちは歌わずに、あ、違う違う、踊らずに、ちょっとなんか移動とかあるからそれもなしで、ママと2人でデュエットしてるのを何かで載せるから、アルバムに載せて。え、マジで、ね、ママも歌わなあかんの。うん、ママも覚えやだから、過ちなんで、ママも覚えなあかんの。あ、ママハモリな、ハモリ覚えなあかんの。まあ2つでもいいかもねみたいな。ママがしたパートで、え、でもさ、ママ高音得意？いや、あ、じゃあどっちもしたパートになるかも。ってことで、そう、だからユニット2つですね。ユニットは過ちってあれやんの、過ぎるの方やんな。何それ、まつげのやつって、まつげのビューラー持ってってないで。と、あやましすぎる、あ、合ってた。
の携帯か、ママの携帯か。あやまち、ハマりそんな難しくない？へえすごい。マメちゃんは無理ってことが分かったのでなしで大丈夫です。あやみの過ち言いづらい。あやみの過ち、あやみはあやみを言い慣れてるから過ちを頑張れば言えそう。ママ早くしないともう遅れちゃうよ。うん、よいよ、もっとダッシュにしないと。なんや、マメちゃんはずっと暴れてるから目標立てても意味ないなって思って唯一達成できた目標いっぱい食べて大きくなるね。あやままち、あやみとママみと、あやままやん。マジでむずそう。ほんまに今月はさ、もうギリギリじゃなくてさ、ちゃんとやってな。よから逆にギリギリになっちゃうかも。え、ラップ上手くなりたいって言ってた。来月それにしよう。肌、お肌綺麗？特に何もしてないけど化粧水とかはまず徹底してる。え、お風呂入ります、クレンジングします、髪洗います、洗顔専用のやつします、で体洗います、出ます、ほんであれ、あれで拭いてる、あのタオルじゃなくて、体拭いたタオルじゃなくて、その顔を洗うフェイスタオルっていうので洗ってる。そのタオルで拭いたらそのなんか菌がついちゃうから、使い捨てのフェイスタイルで顔拭いて、でまあ何をする、何もかもよりも早く化粧水塗ってる。あやみ乾燥肌やからひどいぐらい。クリーピーナッツバリのラップを、そうだから、そうやな、その方のラップを練習したいか、あやちゃんみなさんとか。なんかその辺の雑巾はやばい。その辺の雑巾、あった、ふきふきって。昨日は一緒の時の動画見たけど、あの子よりはめっちゃ綺麗だった。え、嬉しい、やった。そういう中学生向けの美容情報を TikTok、 ああ確かにな、頑張って編集しよう。さみへさ、なんかさ、ただ撮っててなんか上りだけのやつでもいいけど、それ編集してあげるやつでもいいなって思ってて、編集頑張ったらいけそうやん。で、アミ編集の仕方は猫ミームで覚えたから、アミーム作りながら覚えたから、頑張ったらいけそう。
そう、あやみーむ作るときにママに教えてもらったのよ、そういうの編集を。ね、笹岡さん時間やでやって。今は30分。うん。出ましょう。でも自分が編集したいからあります。おばさん、おばさん今日、おばさん今日あれよ、ナンバだよ。どうやって行くの？交通費ください。もう前日までに交通費請求するって目標に入れてくれへん。ほんまに。2回分渡したやつはもう2回分使った？あれよ、昨日渡されたやつは交通費と歯医者さんに使う。あ、待って、300円。何？300円返して。何？メイクの。返してちゃうやん、それ。返してじゃないよ、あれは。だから返してじゃないやん、くださいやろ。もらったで、もらったけど、うん、あの帰りに使っ、家から帰るときに使ったよ。ほんで返すからって言われて。ああ、だから返して、返してだった、うん、返して返しました。そう、300円と自分の所持金で家帰って、それを返して、あ、これ返されました。はい、はい、ありがとうございます。ああ、楽しい労働。俺にも300円くださいやって。いいよ。いいんや。あ、時間大丈夫？時間大丈夫だよ。今何分？32。全然いける。300円の争いやばい。じゃあ、や、別にいい。今日何曜？あ、土曜、日曜です。マジ？日曜日か。明日も休み。じゃあもうちょっと遅くまで遊べるか。何を言ってんの？日曜か、遊びたいな。じゃあ、あ、ここで、うん、あ、そういうこと。そうしよう。今日はまあ利子、利子で100円プラスやばい。もうちょっとあれや、時間余裕ある。なんや、10何分入れんの？9時前。ただミコが使ってないねんな。じゃあ、ミコが使ってない。一回一回。ミコが使ったんが、ミコが作ったんが、あの小学生料金の時やって。そうそう。ちょっと買いに行くのめんどくさくて。ああ。ちょっと高い。猫に服の紐やられてる。ああ。切符買ってるよ。だから、あやみ電車ギリギリの時めっちゃ急いでる。もうボタン連打。使わなかった。うん、でもギリ間に合ってる。どこやったかな、あやみの行こうか。ちっちゃい時、あ、小学生の時の最悪。な、こ、猫に、猫に服の紐やられてる。ああ、だからそのもう切符の場所の配置、切符のボタンの配置も覚えてるから、急いでる時はもう見ずに、もう、もう先に次のボタンのとこ連打して。こうかな、更新したらいいんだけど。もうさ、もう新しく買わなあかんってこと？分からへん、あれどうしたらいいの？大人料金やから。小学生料金のイコカをどうしたらいいのか分からへん。でもなんかもう1年、それ1年そのままってことやな。うん、うん、やば。
定は？え、何も決まってないな。ゴールデンウィーク何やってんの？いや。早見出る？分からん。分からんらしい。前、あ、前スマホに入れたらいいやん。イコがアプリ。え？え？早見のやつでも入るん？入る。あとあやみの携帯のやつ元にしたらいいんじゃない？なんもない。それってさ、携帯のやつってチャージどうすんの？チャージ携帯からできんねん。だからあやみのはできん。無理だね。なんもない。え、ママゴールデンウィーク劇場行かんな行く予定ないな。5月5やろ。5月5って生誕祭です。でも麦ちゃんも生誕祭よ。ごまめ麦も生誕祭よ。みんな生誕祭。5月5。え、もう今日もゴールデンウィークの人もおるんちゃう。27、28、29、全部仕事です。で、31、2も仕事やろ、普通に。30分に出るやめた。30分に出るやめてん。10時やから。今日ほんま日曜日やな。うん。9時やな。似てる。うん。30分伸びた。で、なんか食べたい。つって。あ、朝ごはん食べなあかんな。うん。チャーハンの残り。ね、ご飯はダメ。ダメとか知らんやん、マジで。わがまま言う。わがままじゃないねん、これは。理由があんねん。じゃあ前日にパン買ってって言っといて。パン買ってって言われてないから、パン買ってない。ほんまにチャーハンしろ。じゃあいいやん。あ、味噌汁は聞こえてない。うん、偽物って何？待って、携帯探してたけどあれ。めっちゃうちにパン食べに行こうかな。じゃあね、ご飯は朝食べたらな、あの起きて初めてのご飯、朝ご飯、ご飯の網あかんねん。食べられへんねん。あったんかい。そう、一回それでな、ほんまに行儀悪い話するけど、一回それでめっちゃ吐きかけたことがあって、それがトラウマですね。もうなんかもう、だから朝お弁当作る時も、キャンプでカレー、あれ朝じゃない、あれめっちゃ昼。寿司もだめ、もう寿司もだめ。やっともう、しかもなんかお弁当作る、なんか匂いもダメっぽくて、あのお弁当作る時とかご飯使うやんか、それ入れてる時チン、なんかチンすんねんけど、そのチンしたお米の匂いとかもほんまに苦手。でも昼になったら、あー、いい匂い、食べたい、お腹すいたってなる。
焼きじゃないんだけどな。白米ってかご飯か。昔食べた時体質変わる？つか変わるかな。旅館とか大変。ご飯に海苔と、ご飯に海苔、納豆に、ご飯に海苔と、ご飯に海苔、納豆に、焼き魚、それは美味しそう。だからそれはあれやなけど。止まった？ああ。あ、ピザパン。かゆ止まる。でも通信制限来てもループしてる。してる。インターネット切った、切ってみたけど。え？インターネット切った。Wi-Fi を切ったってこと？あ、そうそう。ありがとう。あ、なんかすごい。え、ちょっと。うん、見えてない。そんな大した大したパンじゃないか。見せないで。追いチーズしたいな。いただきます。行儀悪い。うん、何しよう。行儀悪い。硬い。うん、うん、うん、うん。あ、またダメになったって言ってる。戻った、治った、うん、インターネット、なんか Wi-Fi の方が調子悪い時あんねんな。 Wi-Fi から一番遠い部屋かとかある。多分ある。ん？マジ？電子レンジ使うと Wi-Fi 繋がりにくくなる。今使ってたな。うまっ。そうかも。あ、劇場でマシですね。電磁波みたいな。うーん、相性悪いんよ。すごい、一つ賢くなってしまった、うん、あの佐々木さん、今日は歩いていくんですよね。あ、今日は、今日は歩いていかない。行ける距離じゃないかな。今日は気が100は違う。日ごと歩いたらめっちゃかかりそう。あ、まあ、3つわらじ履いてるから。うん、あ、午後の方やったらそうなんや。でもあんま遠くまでが無理なんやったっけ。よし。いや、もう働きすぎやんな。やめたい。やめたくない。やめたくない。日や。今日のはなんかもう自分で好きにやってるやつやから全然楽しい、うん、二刀流にしたら一個減らす。もうさ、三つ目もさ、そんな毎日ではないよ。三つ目とかも月に。うん、私も三刀流減らして、うん、すごいすごい。でも全部こう食種は一緒やねんけど、あ、全部一つ、あれ、ちょっとできることがあれば。まあ、なんかカレー屋さんとかやりたい。あともう一個
カフェやりたい。ご飯屋さん。カフェ、うん、カフェ早くやりたい。ね、漢方の塀はさ、そばじゃない。なあ、あ、それその話したが。うん。じゃあね、その話をした時に、うん、アミがまだ冷えてないでって言ってやんか、うん、そしたらその日にちょうど冷えてたしかもちょうどその日韓国の部屋でもめっちゃ広かった。昨日見ててんけどさ、広いね、うん、広すぎた。2階もあったよ2階に住めばいいんか。じゃあ近すぎん。カフェやりたい。カフェ、カフェ。劇場の近くがいい。でもちょっと閉めて公園見に行くから閉店。お見送り会参加せずにまた開店するの？お見送り会、いや、お見送り会も参加してから自分の笹岡カフェにだって戻んね。あ、民宿もいいな。でもまあまあシーツつけたり外したりするの嫌いから、やっぱ民宿嫌い。セルフ、セルフあ、セルフでやってくれる、うんうん、そっか、それならいいかも。まあコンビニ近いからめっちゃいいやん。そこ民宿にするか。そうしよう。にしては狭くない？民宿と参加にするか。あのシーツつけたり外してするのほんまに分かる。家事の中で5位以内には入るかも。うわ、セルフ民宿そうしよう。まあ笹岡荘いいな面白そうみたい。若おかみや、うん、若おかみ、ほんまのおかみになっちゃうやん。ほんまや、ささやきおかみや。告白大変そうやし、そうやんな、大変そうやんな。大変そう、まあ、何も仕事は何事も大変なんだけど、上は、上は、うん、やっぱささおカフェにする。上はあ、厨房とかにする。みんな劇場前後笹岡カフェ来てくれる？5も空いてるのいいな。うん、5も空いてるよ。劇場の公演の感想を語り合わなあかんからね。ま、上はあれ、あやみの今までの公開してない写真とかを飾る場所絶対行くしかない。みんな来てくれるやん、嬉しいね。なんかでもさ、そういうさ、授業を始めるときさ、うん、なんかお金を貯めて、お金を貯めて授業を始められるようにして始めるのを待つのはおバカだって、あのなんかで読んだ。建設、そんな、だから建設するときは融資とかを受けて、うん、もうさっさと始めて、うん、稼いで返した方がいいなって。なるほどね。もう自分で食べずにってこと。うん、建設するときは宅連合で安く手伝いできそういろいろ職業いろいろ、確かにな、土地関係の人とか建設できる人アルコールの提供はありますか？うん、アルコールの提供もありにしましょう。公演後は、公演後だけ衣笠あやみ記念館、おもろい クラウドファンディング、おもろ。電気ならやって、うわ、電気、フォークリフトの免許あります。カフェ兼ライブ、え、そう、ライブビューイングしていいんかな。待って、あかんかな、いろんな人いすぎ料理は得意です、普通免許なら普通免許まあまああるよ
この流れで来てさ、この流れで来て普通勉強おもろ。あきら先生はタダで食べれますね。あきら先生来てくれるかな。来てくれるんじゃない。あ、英検さん今日あるって。英検さん今日だからあれや、接客3級3級って。ん、3級ママ2級あるよそんな。だから接客してもらう。ママは作るやろ。ユッキーさん登録販売者や。薬売れる。漢方の平和やんじゃ。すごい、みんな映画検定とかあんの。旅行管理者もインバウンド対策、書道、書道、ダウン。みんなめっちゃおもろい。うわ、韓国語の人はちょっといいね。韓国語、中国語、英語喋れる方。でも別に観光客大歓迎じゃないからな、うち。まあ確かにな、大歓迎、歓迎はしてるけど、でも基本別に歓迎もしない。観光客別に来なくていい。なんで。だってファンだけでいいやん、 NAB の。まあ語り合わへんもんな。うん、船の免許や。交渉作業、有給で、宅建士、宅建でもそれ家、空手すごい、みんなそんななんかいろいろすごいろいろ持ってんの。関係な、関係79。マスオさん特撃物。宅建士や、宅建士ちょっといるかもしれんな。先輩の船ちょっとごめんなさい、船はちょっとうん。釣りに行って。教育免許を持ってるって。誰誰、あ、ほんまや。作図、設計できます。すごいみんなのやるできることすごい、すごい。行政書士すごい、すごい。大型バス運転できる友達。あ、じゃあそれでちょっと輸入とかいろいろ。すごいすごい。測量司法、なんか技術司法あります。しょうまちゃんすごい。しょうまちゃん、秘書検定2級すごいよ。第二種電気、みんないろいすごい、みんないろいろ持ってるよね。原付も乗れます。ママも乗れます。かわいい、原付乗れるね。危険物取り扱い者すごい。やあれや、裏切り者を探してもらおう。うわ、千秋さんが食品衛生責任者の免許持ってる。だから強っ、できるやん。採用、もうできる、もうできる。採用。サミーさん皿洗いしなくていい。だってあれやろ、これママだけでオープンするんやったらママがこれ取りに行かなあかんねんけど、食品衛生責任者のとこに千秋さんの名前かーりよ。採用。国営放送のラジオの川柳番組で11回会場。川柳ちょっとカフェか。大型自動車免許あります。送迎バスあり、送迎バスあるらしい。なんなら劇場の近くじゃなくても。あ、じゃあ大型自動車でキッチンカーしたらいいってこと。それはでもママができるならなんて意味ない。あ、そっか、キャッチのバイトなら。キャッチしてくれる。みんな劇場を喋ってる時にどっか、あ、そう、カフェ行きますみたいな、うん、みんなキャッチな。じゃあで僕が連れてきましたって申請して。そしたらあのなんか生写真とかあげる。一個買ってきて。怪しさ倍増。確かに人間にはあれですが、猫には。あ、猫も連れといていい、そこのカフェ。猫カフェ、麦ごまめカフェ。逃げそう。グルールレビューめっちゃよく書きます。あー、なんかうまくいきそう、ママのカフェ事業。ほんまにちゃんとわけいきそうでおもろいねんな。いろんな人。いやでもそんなんさ、なんかさ、最初だけかもしれへんよ、来るのも。みんな最初だけかもよ。
だからそれをならへんように美味しくすんねん、うん、で美味しくするだけでもあかんから、じゃあ生ビール150円とかにする？みんなで協力したらほんまにできそう。あと5分やで、うん、あと5分やな。だってもう家で余剰タイムで持って行ってるもん。なんかついてない。何？なんかファー言ってんな、うん、換気扇か。ああ会員制、あ会員制、ちょ、鼻かみます。みみいいやろ。昨日トマトつけ麺食べた。またトマトつけ麺大好き、大好きおばさん。トマトつけ麺大好きおばさん。もうそろそろ店員さんもママの顔見てトマトつけ麺ですねとか言われそう。あ、今日は違います。あ、いや、はい、そうです、ね、今日もトマトつけ麺です。何あやみの炭酸さってんの？え、ママの氷河崩したらあやみの炭酸ないかな。てかあやみないって一個しか。出てないで。シンプルに鼻水。今日は。え、寒い？うん。あったから。うん。あそこにソフィアがいたから。そこにそれディズニーキャラで。そこにソフィアがいたから。それディズニーキャラで。ギュッツで髪の毛だけ。つったもん。アリエルじゃないよ。これはラプンツェルのお母さんと言われてる子。え？ラプンツェルのお母さん？そのソフィアが？なわけない。都市伝説な。なわけない。なんか動物、ラプンツェルが動物と話せるのもソフィアの影響らしいよ。髪色も目の色も一緒やし、ドレスの色も。髪色ちゃうよ。ラプンツェルのお母さんって。茶色い。金髪じゃない。違う。あ、お母さんってそっち？うん、実母の方？あ、そう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 。お母様の方かと思う。悪い方じゃないよ。ビール150円って安すぎ？安いやろ。ビール飲まんからわからん。飲み放題1時間1500円。なんかそれは安い気がする。今日暑いの？最悪。ジム行ってきます。えらいえらい。僕も起用のポストしたら起用からいいね来るから多分バレてる。おもろ。爪切りある？ここにはない。何か。爪は。どうも。今日は夏日。夏日？また？え、前も夏日なかった？この間。真夏日。35度あんの。真夏日です。35度、6度。真夏日。今日も真夏並みらしいわ。真夏の概念ちょっと考えましたが、9時9分、あ、9時、9時か、9時、9時が9時9分に見えた。9時、9時、さあ家出ましょう、うん、あー楽しかった。また遊ぼうね。また遊ぼうよ。みんなまた遊ぼうね。行ってきます。今日は今日はいっぱい仕事。いたちょうどさ、うわ、コナンの絵がいいな。ハトさ、ハトコナンの絵が行きたい。あ、ちょっと行ってきます。いってらっしゃい。うー、そういえばコナンの絵がネタバレ食らった。ママもやばいよな。TikTok の友達。TikTok 友達？友達。
TikTok のさコメント見てたらさ、うん、そう TikTok のコメント見ん方がいいでみんな。でもなんかママ一瞬で閉じた、もうピッて閉じたから。なんか優しい人はなんかネタバレですみたいなこと書いてくれてんねんけど、書いてない人ほんまにめちゃくちゃちゃんと。最悪やねんけどと思ったけど、あんまり見ひんようにした。もう記憶から消した。じっくり読んでない。友達がマジで最悪、ほんまに。友達に言われたってこと？言われて。なんで言うん？言わ、なんかそのめっちゃ大きい声で、なんかそのまあ違う友達が見た友達に、え、コナンってあれなんなんみたいな、どういう結末なんみたいな聞いてやんか。そしたら聞かれた子がもうなんかクラスのみんな聞こえるぐらいの大きい声で言ったから、え、最低。え、ほんまにほんまそのさ声で言う人あるって思った。最低。こそこそ話でよくない？ほんまに説教された方がいい。ほんまな、それな。でもなんかさ、たぶんさ小谷先生に呼ばれた方がいい。たぶんさ、氷、氷、校則とか作った方がいいよな。なんなら法律にしてもいいと思う。法律にした方がいい、うん、法律にしよう。ネタバレ禁止っていう法律作ろう。なあ、ごめん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 。じゃあね、バイバイ。みんなありがとうございました。やっぱりなんか今回もラーンっていうシーンがあるらしい。今日もラブです。ちょっとマジネタバレ野郎さんはもう放課後にあれやからな、呼び出そう。もう体育館裏呼び出しやからな、マジで。先生とあやみと誰かで。ビッグラブ、バイバイ、バイバイ、頑張れ、頑張る。じゃあ悪気はないんやね、その子は。いや、多分わざとやで。ダメだけじゃない。もうちょっと待って。いや、ほんまにわざとやろって思うぐらいの。いつもそんな大きい声出さへんね。中二ってそういう年頃よな。うん。テンション上がってんのか知らんけど、めちゃくちゃ大きい声で言ってきて、マジでもうほんまに、うん、あれあれを一日中さ教室に釣り上げるよ、ほんまに。ここもう体ぐるぐるに縛ってピーってやって、あやめがもう授業中だと思っとくわ。たまにゆらゆらしといてあげよう。レーザーヘッドが生徒釣り上げる時みたいなやつする。もう波はそんくらい罪重いからな。いってらっしゃい。いってきます。困れ、頑張る。浜谷、うん、映画配給、配給会社。あ、てかもうあれ、ネタバレ取締り係みたいな作る。ネタバレ取締り委員会みたいな。芋虫にしちゃうぞ。かっちゃんみたいにしちゃうぞ。それはそれでいいな。待って、それだ。あ、ごめんなさい。かっちゃんとおそよのことできるってことでしょ。でもここあんまな、なんか今この回使うような回じゃないからな、正味。こっちをこまちゃんが見てる。あ、逃げられた。さっきさ、今横でさゴロンしとったから触ろうと思ったらさ、もうめちゃくちゃ大急ぎで逃げられちゃった。やべ、もうそろそろちょっと終わりますね。13位キャンサンさん、ありがとうございます。12位ピーマルさん、ありがとうございます。11位ハットズッキュン罰金された人。ありがとうございます。10位、マスオさん、ありがとうございます。9位ダロトさん、ありがとうございます。
8位ダルさんありがとうございます。7位タツミンヤさんありがとうございます。6位ヤモくんありがとうございます。5位高政さんありがとうございます。4位トミーさんありがとうございます。3位佐藤くんさんありがとうございます。2位マサノさんありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。明日も8時半からですね。8時半休日なので、はい、ではありがとうございました。明日もやるよ。あの毎日配信 NOW だからね。嬉しい、また来てね。ありがとう。やばい、母やばい。明日も見れる、やったね。はい、では明日もよろしくお願いします。8時半です。ありがとうございました。バイバイ、また明日。